釣りの話。どうもロッキーでございます。おまんでございます。タイトルにもあるんですけども、俺実は一昨日ちょっとこういうことをある人に言われまして、ロッキーは殺さなくてもいい命を殺してるよなって言われたのよ。で、この話なんだけど、一見浅いんだけど深いんだよね。浅いって言っても釣り人からしたら浅いんだよ。すぐ説明はできちゃうんだけど、ちょっとこれについては話したいと思います。で、実はこれ言ってきたのが釣りをしない知人なのね。で、その知人に一昨日会って、で、それで言われ、会話の中でね、別にそんな、なんかお前はみたいな、そんな感じじゃないんだけど、言われたのね。で、その要点をちょっと今スマホ見ながらカンペで話しますけど、ちょっと読みますね。ロッキーは殺さなくてもいい魚の命を殺してるよね。別に魚はお店に行っても売ってるし、その魚ってもう死んでるから命を奪ってることにはなるかもしれないけど、それ以上の命を奪うことにはならんよねと。で、別に俺は肉、魚、野菜食べるし、菜食主義者でもないし、ビーガンでもないと。なんでそんな殺さなくてもいい命殺すような遊びすんのって言われたの。で、ちょっと要点まとめるとね、短い話だから、皆さんもわかると思うんだけど、まず、これ言ってきた知人っていうのは、釣りをしないでしょ。釣りをしない人。で、なおかつ、菜食主義者でも、ビーガンでもない。で、ビーガンっていう、菜食主義者は分かると思うんだけど、肉、野菜、肉、魚食わない人か。で、なんだよね。で、ビーガンっていう人なんだけど、ビーガンっていう考え方の人は、まず、肉、魚、食わないのは当たり前。で、卵、乳製品、牛乳ね。で、そして、蜂蜜までも口にしないのよ。要は、動物由来のものを一切断ってる人。もう、菜食主義者のもう、ほんと、ベジタリアンのもっと徹底したやつなんだけど、でもないよと。俺は肉、魚、野菜全部食ってるよと。なんだけど、もともと、要は、だから、殺められてるものを俺は食ってるよと。だから、自分からは、それ以上の、要は、ね、命を奪うってことはしてないよと。でも釣り人は、釣り人っていうか、ロッキーって言われたんだけどね。いや、ロッキーは釣りするじゃんっつって。例えばホッケとかめっちゃ釣ってたじゃんって動画でっつって。で、それで、ただホッケ売ってるじゃんって店で。確かに、お金はかかるってスーパーで。ただ、そこに行くガソリン代とかね。あと時間とか、あと仕掛けのお金とか、餌のお金とかってやったら、買った方が安いでしょって。だから、わざわざお金かけて、で、それで余計な命奪って、それって趣味としてどうなんって言われたの。で、多分釣りされる方のね、これ見てる方の7割の人は多分釣りする人だと思うんで、多分こういう回答すると思うんですよ。いや、確かにそれは、その通りだと。ね。その通りなんだけれども、それは分かってる。だから、例えば、例えば、必要以上な、数は釣らないとかね。あと、小さいものはリリースするとか。ね。で、もしくは、オールリリースの人もいるよね。オールリリースの人も。だから、要は、殺めてないってことになるよね。殺してないっていうことになるんだけど。多分こういう説明をすると思うのよ、多分。ね。で、なんだけど、で、俺もそういう回答をしたわけよ、彼に。で、そしたら、彼が、ちょっとはっきり、詳細は覚えてないんだけど、たった一昨日の話なんだけど、でもよって。
例えばスーパーにね、まあ、今回魚の話だから、我々釣り人だから魚ね、スーパーに100匹の魚並んでるべって、並んでるとしようやっつって、ただ 100の命は死んでるよって、それは死んでるって。人間はね、他の命をね、生物の命を奪わないと生きていけないから、それは本当に申し訳ないと思ってるって。まあ意外とね、意外とまあ宗教とかやってないんだけど信心深いんだよそいつ。だからそれはありがたく毎回手を合わせていただきますって言ってるっつって、って言うのよ。で、100の命は確かにスーパーに並んでるからね、100個の命はもう奪ってるじゃん人間。なんだけどその100個の中からロッキーは買えばいいじゃん、あと他の釣り人も買えばいい話だべって。なんだけどなんで101匹目の命を殺さなきゃいけないの。それは例えばリリースしてる人も俺は同じだと思うって。口にね針引っ掛けて、でそれがいや、それでいや、いい引きだってよ、ありがとうって、じゃあすまないでしょって。だからその人ね、だから俺から言わせれば、釣りしてる人って傷つけなくていいものを傷つけ、殺さなくてもいい命を殺す人にしか思えねえんだっていう、ちょっと結構まあその時は彼結構ね、まあガンガンはではないけど比較的真面目にしてたのよ。いや聞きたかったんだっつって、まあロッキーをはじめね釣りをする人に聞きたかったんだっつって、じゃあ俺これ動画にしていいかっつったら、いいよって、いやぜひ釣りする人の話聞きてっつって、でそれでまあ俺がねこの件について思うことなんだけど、確かにじゃあ俺がまあそうだな、じゃあまあちょっと今時期ずれちゃったけど、ホッケ食いてえなってなって、ホッケフレ食いてえな、今スーパー行けばホッケ売ってますよ、もうすぐそこのスーパーね、スーパーアクス行けば売ってるよ。でそのスーパーアクスにホッケが例えば30匹並んでたとしてさ、でそれで俺がどっかでじゃあ6匹釣ってきたとなった場合に、この時点で36の命が殺められてる、36のね。ただ俺がスーパーに行けばね、スーパーに30匹並んでるって話したから、30の命しか殺められないで済むっていう話なのよ。それはわかる。ただただよ、ただただってもうぶっちゃけて言えば、釣りしてない人からに言わせれば言い訳になっちゃう、全部言い訳になっちゃう、これはわかる。なんだけど俺が彼にまあね、アンサーをね、まあするとしたらね、まあ、確かに釣りね、フィッシングっていうまあ娯楽はものすごい罪深いまあ趣味なんだよねって、リリースする人にでもそうね、魚にね、口に針かかってんだからさ、でカレーもだってね、小さくてリリースしますって言ってももう結構エラとかに結構入ってるでしょ、そのペラペラのリリースしても結構死んじゃってるリス高いと思うね俺は。でそうなった時にじゃあすいませんと、まあ、他にも命を奪うね娯楽って結構あるのよね、直接的にね、例えばハンターとか鹿撃つ人とかね、結構そういう直接的に命を奪ってるっていうそういう競技もあるじゃない。でも俺はそれを俺は否定しねえんだよ。今ちゃんとその趣味として、またはまあ、文化風俗として成り立ってるからね。でただじゃあ鹿撃つのもガヤ釣るのもウグイ釣るのも俺は一緒だと思ってる。命に大小の違いはないと思ってるからね。なんで俺が本当にもう言わさせていただくんだったら、本当に罪深い趣味をやらさせてもらってますと。
ね、なんでその代わりといってはなんですけども、人に迷惑を極力かけないように、例えば自然を破壊しないように、まあゴミ問題だよね。もうゴミもそうだしさ、ね、あとそのまあ例えばその釣り場をね、まあ汚染しないと、ゴミとか、あとその、まあ、近隣の人のね、まあ車の駐車の問題とかさ、マナーも守ってやらさせていただきますと、やらさせてこれからもね、続けさせてもらいますと。ってね、言うしかね、言えねえんだわ、でもこれ。ね、ほんとでもこれね、まあそのね、まあ友達というか、知人というか、友達というか、まあしょっちゅう会ってる人ではないんだけど、まあ比較的昔から知ってる、人ね。そういうこと言われて、まあ、意外とそういうことね、言われるのよ。闇で。なんか買ってきた方が早いべや、お前。言われるんだけど、ただ意外とここまで、まあ比較的熱っぽく言われたことって今までなかったんで、まあこれはちょっと動画撮ってね、まあ俺は今こう言って回答を出したけど、皆さんはね、その必要以上な命を間違いなく奪ってる、もしくは傷つけてる、生き物のね、体を傷つけてるっていう趣味をやってることについて、皆さんはどう思われますか？ぜひちょっとコメント欄の方にね、書いていただければと思います。ね。まあもう本当にもう、この一言しかないよね。釣りとは業が深い。ね、仏教でね、まあこういうことは業って言うんだけどさ、技って書いて業ってね、罪深いって言うんだけど、罪深い、まあ趣味なわけよ、釣りって。ね、なんで皆さんも罪深い、ね、趣味をやってるんだから、その辺は自覚して、なんか変な汗かいてきたな、俺なんでだそこはね、まあ、常に心に留めてね、留めておくっていうか持っておいて、ね、可能な限り、ね、マナーを守って釣りしていけばいいと思います。でただ、まあ、皆さんの腹なったの、はい、皆さんの意見も聞きたいんで、コメント欄にちょっとそのね、俺の知人が言ったことに対しての、ちょっと俺はこう思ってるみたいなのをちょっと書いていただければありがたく思います。というわけで、北のロッキーでございました。したっけ、北のロッキーチャンネル。